けどね。2回以降は快調にゼロを並べてきましたこの高橋尚成ですが、終盤の一つのハードルになりました。8回の裏6球目、いやーどうか、ノーズは半分、諦め気味です、諦め気味です、レフトスタンドへ同点。奇跡が鳴り渡ります。今年最初の横浜スタジアムの奇跡は貴重な8回の裏、ベテラン金田の起死回生同点ツーラン、3対3になりました。ジャイアンツまたも終盤の悪夢、またホームランによる8回の失点です。ジャイアンツ、いやー藤島監督のね、この今日叩くところにも力が入ります。よっしゃという顔は来るですけれども、いやー金田がね、本当に皆さんもう一失投を仕留めましたね。勝負師ですか、ここはともすればね、はい、追っつけというかつなぎが求められる打席ではあるんですけどもね、はい、金田のスイングになんか迷いがないような感じでした。なかったですね、いやしかし牧原さん、立場を変えれば